ご電話ありがとうございます。テクノスマイルでございます。お世話になっております。株式会社スマイルの佐藤と申します。田中さんはお手続きでしょうか？田中さんですね。少々お待ちください。今のやり取りはどこがいけなかったのかわかるかの？どこでしょうか？同じ社内の人間を田中さんと呼んでおったじゃろう。そうじゃ、日本語は難しいの。お客さん相手に社内の人間の名前を出すときは、その人が上司や先輩であろうが呼び捨てにするのじゃよ。